ええ、私はここだ。これはお前のものか？そうだが、新しい手があるから返す必要はない。お前は誰だ？何の危害も加えていないだろう。それなのに私の可愛いブルクサを殺し、今度は私につきまとう。なぜだ？罪なき者を4人殺した。少なくともな。お前はどうなんだ？何人の罪なき者を殺した？罪のない者を殺したことはない。人殺しなら別だが。私の仕事は間もなく終わる。残るはあと一人だ。お前も逃げられると思うな。仕事を終えてどうする？別の土地で人々を殺すのか？違う、生きるだけだ。幸福な人生。これ以上は許せない。ひどい呪いだ。巻き込まれてるな。助けたい。私一人でこと足りる。やめろ、彼は友人だ。ああ、ゲラルト、私だ。レジス、まさか無事か？無事だ、心配無用。吸血鬼はこの程度の傷ならすぐに塞がる。会うのはしばらくぶりだな。少なくとも人間の基準でだが。一体何があったんだ、最後に見た時には。泡立つ液体の姿だったな。あのまま宮殿の柱に溶け込んで派手なシミになるところだった。
ご覧の通り、あの時よりマシな姿に戻っている。ピーク時には及ばないが、それでも人間で言えば超人級だろう。すまない、あの時のことは俺のせいだ。今の今まで謝ることすらできなかった。気にするな。お前についていったのは自分の意思だ。誰に強制されたわけでもない。奇跡の復活だな。一体どうやったんだ。お前が追ってる男に助けられた。奴に？そもそもこの数年間何をしていたんだ。今はその話をする時と場合ではない。後で落ち着いてじっくり話せる機会があるはずだ。だが今は我々がここに来た目的を果たすのが先決だろう。俺が探している怪物はお前の言うことを聞くようだ。奴を説得して人殺しをやめさせてくれないか。私がなぜ来たと思う。ことはそう単純ではない。ペトラフには頑固なところがある。ただし私もそうやすやすと諦めはしない。それが奴の名前か。奴は友人なのか。そんなところだ。ただしデトラフは何と表現したものか、私に比べて野生的でね。だが心配はいらない。私に任せてくれ。任せていいものか。俺が到着した後も騎士が一人奴に殺された。その前に三人は殺されてる。それなりの理由があったはずだ。いいか、デトラフはそこらのクズのように喉が渇いたから、退屈だからといった理由で人を殺したりはしない。それで奴の怒りの原因は何だと思う。私もそれを知りたいと思っている。それが分かれば彼を説得して正しい道に戻してみせる。随分と肩入れしているんだな。一見すると正反対だが、お前と彼はよく似ている。高潔な心を持つが、反面不名誉な行為にも慣れている。もちろん必要に迫られた時に限るが。964年を覚えてるか。3世紀も前だぞ。リビア、ライディア、スパラが闇に覆われていた。女子供問わず命を奪われ、無数の死体が打ち捨てられていた。ライリアの猛獣だな。200人近い犠牲者が出た。確か最後に襲われた平凡な漁師が預言者の祝福を受けた担当を持っていて。襲われたのはデトラフだ。彼は怪物を倒し、その死体を罠の見張り中に居眠りをしていた漁師の足元に捨てた。それが伝説の始まりだ。はあ、吸血鬼は人間を助けない。自分の目的のために怪物を倒したんだろう。それは違う。彼が怪物を倒したのは、その怪物がある青年を殺したからだ。かつて見知らぬデトラフにリンゴを差し出した青年を。気高いことだ。利他的な行動はお前の専売特許ではない。私はビルジフォルツに体を溶かされた。デトラフがその残骸を見つけたんだ。我々の掟では、彼は私を見捨てるか再生するかを選べた。彼は後者を選んだ。自分の血を少し分け与えてまで私を再生させてくれた。我々吸血鬼にとってそれがどれほど重大な意味を持つ行為か分かるか。人間でも同じ意味を持つだろうな。命の恩人というわけだ。それだけじゃない。我々は血を分け合った同胞となった。人間には想像すらできぬほどの絆だ。だからこそ今起きていることの恐ろしさが分かるのだ。昔から大げさに同情する性格だったな。吸血鬼は個体ごとに何百年も磨き抜いた能力を持つ。そのために吸血鬼を一括りにして語ることは難しい。デトラフの得意技は集団を支配し同族を束ねる力だ。彼は下級吸血鬼と群れることを好み、人間を忌避している。その彼が人間界に現れ無慈悲な殺しを重ねているのは平静を失っている証拠だ。完全に動転している。具体的に何が奴を駆り立てたのか心当たりはあるか。どう説明すればいいか。デトラフは人間の社会や法律、慣習を理解できない。純粋すぎるんだ。人間の駆け引きは彼には何の意味もなさない。嘘をつき騙し合う理由が彼にはわからない。つまり環境に適応できず鬱憤が爆発したと。いや、不完全な適応は時に圧力を生むということだ。だがそれが今回の件の原因かはわからない。それを確かめたい。奴を探さなければまた怒りを爆発させてボークレールを血の海にするかもしれない。では目的は同じだな。昔のように手を組める。完全に同じじゃない。
奴を見つけたら俺は。お前の依頼主の注文は分かってる。だが真の目的は殺戮を止めることで、それは怪物を殺さなくても実現できるだろう。まあ概ねその通りだ。彼を探そう。彼に会うまでにはデトラフが悪い奴じゃないと分かってくれることを祈るよ。分かった、もう十分だ。だが今は全ての証拠が奴が悪人だと示している。聞こえたか。騎士たちが俺の後を追ってきたのかもしれん。ここで見つかるのはまずい。メール・ラシェーズ・ロングに臨時の隠れ家を構えてる。そこに来てくれ。では後で。ウィッチャー、馬が出せる全力の速さで駆けつけたんだぞ。だが遅かったようだな。どうだ、怪物はどこへ行った？まだ調査中だ。今からここを調べる。部下を連れて引き返してくれ。手がかりを踏み荒らされると困る。よし、みんな、ウィッチャーの仕事の邪魔をするな。殺されたミルトンの仇は必ず討つぞ。